はい、次のチャンネルなおです。10月、寒くなったって言ってたんですけど、まあ気温が下がってちょっと安定した感じですね。最高気温がね、22、3度4度いけばいいかなっていうぐらい、でまあ9月後半までね、31度、32度、33度であって、それがいきなり22度に下がって、それで活性は下がってたんですけども、まあその20度台の、気温の気候がね、3、4日続いたんで、そろそろナマズもね、秋の気候に慣れてきて、で動きやすい水温になってきたと思うんで、食ってると思うんですね。そろそろ食い出してもいいかなと思うんで、ちょっとまめにね、毎日様子見るようにしてます。でも今日はちょっと河川のところの様子見ようと思って、ね、また河川来ました。ちょっとまあ秋バクが始まる兆しがあればなと思って、ちょっとやってみたいと思います。それでは頑張ります。はい、ちょっと水が減ってる干潮のタイミングで来ました。ナマズも見えるし、サイドでも狙えるんでね、でバイトもトップのバイトも誘えるんで、ちょっと干潮のタイミングで来ました。あー、ナマズ落ちてるね、いてるね、いてるね。でも、あ、食ってこないわ。はい、ということで住宅街のちょっと水路また来ましたよ。ちょっとしばらくここ来てなかったかな。いや、風強いんよな。逃げてやる、逃げてやるな。どうでしょうこの下、今日は。さあ、この下どうでしょうか。あれ、9月は感動良かったけどね。9月の後半、魚気はないけど、この下向こうか、側から覗いてみようか。いた、あれナマズだ。いや、来いか。はい、ちょっとね、風も強いしね、水も濁ってる。キタビソウとね、水押し、もうあれだ、ナチュラルな誘いが強いんですけど、今日はね、ちょっと風に負けてる感じがしますね。さあ、リーパーよ、リーパーでいきます。引き寄せてくれ。ちょっと、ここから範囲も広いし、風も強いし、水面も騒いでるんで、リーパーで寄せてくれたらと思ったんだけど、よしよしよし、引き寄せたね、引き寄せたね、寄せてきた、寄せてきた、寄せた、寄せた、おったおった。ただショートバイトやね。わあ、ショートバイト、今の取りたかったな。ちょっとイモリッパー落とします。ここね、真ん中掘れてるんで、ここ割と溜まるんですけど、もう冬の釣りですね。多分ね、そんなね、あのナマズ自身はね、食ってるんだけど、トップが多分あんまり効かない。たら食うと思うけどね。さあ、おっくた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 、あそこっす、あそこにおんねやな。これショートバイトやな。ポルトガ試してみます。
よっしゃ、ほら今折ったと思った。落ちっぱくう。おお、外れそう。よいしょ、小さいですけどゲットでございます。よいしょ、はい、ポルトガで釣れました。この下のシェードやね、シェードについてるね。ね、ポルトガの落ちパクマジックですね。ね、ちょっと小さいですけどありがとう。落ちパク、ね、ポルトガマジックや、これは。よいしょ、お、結構重たい。よっ、おいしょー、どう、落ちてたもん、どこ。見て、本当の薄皮一枚、本当の薄皮一枚でした。ありがとうね。はい、サイズはでもちょっと細いですね。やっぱりあんまり食べてないね。もうこの時期だもっとブクブクなってていいんですけど、60ちょうどぐらいですけど、そんな食べてないですね。さあ、ポルトガでは釣れましたね。でも巻いてゴンって食ってくる、来てるんじゃなくて、あの落ちパクなんですよね。リーパーの動画紹介した時に言うたんですけど、これってね、ジョイントルアーとか割とね、落ちパク要因なんですよ。ちょっとリーパーで落ちパクも狙い、巻きも狙いっていうのをちょっとやってみます。おっと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 、キャスト失敗、もったいない。落ちて、うわっ、ああ、今日は速度がなかったんやね。うわ、強いね、風の強い時のリーパー。うわ、きた、ね、しっかりいいバイトしてるよ。フロントフック食ってる。うわ、これトリプルフックからヒップ、よし、おら、飛びてない、飛びてないで、飛びてないで、飛びてないで、よいしょ、グッと。小さいですけど釣れました。この子はでもよく食ってますね。50センチぐらいけど、いい食い方してくれた。よく食ってます。はい、もう一丁出そうな感じするけどね。全然違うやろ。うわ、よっしゃ、落ちパクでした。落ちパク、しっかりかかった。素晴らしくないな、これは。